加藤直行加藤直行は日本のイラストレーター。スタジオヌエ所属。静岡県浜松市出身。日本 SF 作家クラブ会員。総画家、竹部本一郎に影響され SF イラストレーターを志す。千代田デザイナー学院在学時に同人会 SF セントラルアートに入り、スタジオヌエ設立メンバーの一人となる。テレビアニメ、宇宙戦艦ヤマトでは、 ヌエのメンバーと共にメカデザイン作業に参加した。1974年、早川 SF コンテストアート部門に1位入賞し、早川書房の SF マガジンや SF 小説の表紙や差し絵を描き始める。文庫版、宇宙の戦士のパワードスーツのイラストは、日本の SF 界に大きな影響を与えた。また、銀河英雄伝説では、宇宙艦艇をデザインし、 アニメ版のメカニックデザインも担当した。日本 SF 大会にて、1979年、2008年、2009年、2010年、2011年、2014年、2017年、2019年の通算8回生運賞を受賞している。1997年、日本出版美術家連盟大賞を受賞。SF ファンタジーを中心に、 作品世界をリアルに描出する画風が特徴。小説以外にパッケージアートやポスター、広告なども手掛ける。水彩画やアクリル画に加え、1990年代以降、意欲的にコンピュータグラフィックスによる 2D、3DCG 作品も制作。現在はアナログ、デジタルを併用して作品を描いている。自転車好きとしても有名。 SF 小説、宇宙の戦士に登場する、軌道不評の防護強化服をビジュアライズし、早川 SF 文庫版の表紙、口絵、差し絵などに描いたもの。根強い人気を持ち、SF アニメのリアルロボット路線にも影響を与えた。1975年の SF マガジンに掲載された、加藤のイラストをひな型に、スタジオヌエの同僚、宮武和隆との共同作業でデザインされた。 加藤はその後も OVA 版宇宙の戦士や立体商品のパッケージイラストを手掛け文庫版の新拍子も描いた。立体商品は宮武が1979年の SF マガジンで公開したごめん図を元にしたものが多かったが2001年に海洋動画アクションフィギュアを企画した際加藤が 3DCG でモデリングを監修した。兵士が 着用する前提でプロポーションを見直し、特に小説差し絵の前屈して卵を拾うポーズの再現にこだわっている。この路線はウェーブのプラモデル企画でも継続された。1992年にアサヒグラフでシリーズ企画された 3DCG 作品。グラフィックソフトシェードを用いた立体キャラクター制作の先レーであり、三次元バーチャルアイドルの原型とも、 言える。一般メディアにも注目され、アイドル千葉玲子をモデルとした広告、バーチャル玲子へと発展した。竹部本一郎の後継、竹部本一郎の死後、早川文庫、草原水理文庫、草原 SF 文庫の江戸川ライスバローズ作品は、加藤が受け継いだ。なお、南海の秘境、風雲のメキシコ、砂漠のプリンスの3作は、斎藤敏夫による。ありがとうございます。